はい、タバコ好きな俺の喫煙動画、今回は、リトルシガー、キーススリムの、オリジナルというやつですね。これが一番、前回、ピースの、リトルシガーを買ったんですが、まあ、これだとちょっと物足りねえんだよなって。で、俺が一番ね、今まででね、好きな、キースの、このオリジナル、ね。値段が380円と、バカ安。まあ、バカ安ってことバカ安でもねえけど、まあ安いって。ね。うん。ですね。まあ、タール表示はないです。ただちょっとね、若干短いではないかなと。キングサイズの、タバコとちょっと比較してみましょう。これね。これに比べるとね、若干すごい短いんですよ。あれ同じか。あれほぼ同じですね。1ミリぐらい若干小さいか。小さい。あ、大して買わないのか。大して買わないのか。そんじゃ吸っていきましょう。こんな感じ。ね。うん。あ。ね、甘いんですよ、結構。うん。なんか、カフェラテみたいな。うん。カフェラテとかコーヒーっぽい。ね、味で。で、結構きついという。忘れた。ウィッシュ。今日も暑いですね。今日も暑かった、本当に。うん。これよ、これ、これ、これ。これぐらいのね、やっぱね、ガツンと来ないとね、面白くねえよ。うん。ググったところによると、プレーンフィルターの、スリムロングサイズのリトルシガー、厳選された黄金種、バーレー種、オリエントバをブレンドし、バニラタイプの香料を、加味された製品です。あ、美味しい。うまいなぁ。このね、キースはね、シリーズいろいろあるんですけど、そうですね。大体ね、値段が380円と安いです。で、あと、このマイルドっていうやつが、値段が400円と、ちょっと高くなって、ね。で、400円の商品もある。うん、まあ、キースのマイルドはちょっとね、弱いですね。うん。ピースのリトルシガーみたいな感じです。まあ、タールチが半分ぐらいになったっていうか、タールチっていうか、ね。まあ、タールチの表記はないんで、リトルシガーの場合は。まあ、なんですけど、すげえ美味しいと。これが一番、このオリジナルが一番うまいですよ。本当に。これは本当に。リトルシガー吸ってる人は、絶対吸った方がいいっていうか、まあ大体吸ってると思うんだけど。ピースのリトルシガーを吸ってね、ちょっと、ね、リトルシガーとか葉巻に興味出てきたりしたら、まあ、これはぜひ美味しいんで吸ってみてください。ああ、このほのかに甘い香りがありつつも、どしっとした重量感。ね。ピースのリトルシガーに比べると、はるかに強いという。強いこのキツ感と、この喉のあたりがこう、イガッとくる。かなりの強烈な。
ハール値が木産で、だいたい20ミリぐらいあるんじゃないかな、ハール値ね。肺喫煙をすると、実に喉がこう、痛くなるというか、それぐらいの、強烈さを持ち合わせている。ね。まあ、こういうのがやっぱね、個人的に美味しいとは思いますね。うん。このほのかな甘さが感じられる、この絶妙なこのバランスね。これは美味しい。これはやっぱりコーヒーと一緒にの、ね、吸ったりするとすげえ美味しいっす。本当に。うん。俺が昔吸った時と味変わってないですね。ああ、変わってなくてよかった。キースのオリジナルは本当に。まあ、他だとシルクロードとかが好きなんですけど、リトルシガーでね。ああ。シルクロードも好きなんですが、まあ売ってないですね。キースのスリムは割とキースシリーズは有名なんで、今日行ったタバコ屋で売ってましたけど。そこのタバコ屋めちゃくちゃちっちゃいですよ、敷地が。敷地面積がめちゃくちゃ、狭い、畳の1畳ぐらいしかないんですよ。ただその1畳を利用してるのかわかんないですけど、階段があってね、1畳の半分ぐらいに階段があって、そこにババババババって積まれてるんですよね、タバコが。あ、うまいことこれ使ったな。高さをこう使ったというか、そうですね。もう対面販売、宝くじのさ、売り場みたいなもんよ。ほとんどあれ1畳ぐらいしかないじゃないですか。あれをね、有効活用してるんですよね。高さを有効活用してるタバコ屋さんで。で、駅も近いし、で、割と何でも売ってたりする。何でもっていうこともないんだけど。うん。カンピースは売ってるし、あとガラムメンソールとかガラムも売ってます。で、キースのリトルシガーも今日買ったんで売ってました。うん。割とマイナーなところも売ってるんだけど、ただ手巻きタバコとかは置いてないっていう。うん。よし、これあれだな。レビュー終わったらちょっとコーヒーを入れて、ね。ちょっと甘めの、ちょっと砂糖を入れたコーヒーで、これは、ぜひ、ね、吸ってみてください。五つ星、今回は五つ星です。これはね、めちゃくちゃうまいんで、ぜひ皆さん吸ってください。それではご視聴ありがとうございました。